まだ始まりました。マッチチャンネル。さあ、今回はですね、五郎の英作文、チェックしていきたいと思います。はい。まあ、去年のね、四郎シリーズ、太郎シリーズとしてね、はい、やってきましたけども、英作文ですね。はい。もう五郎目に突入いたしましたので、はい、その五郎のですね、英作文見ていきたいと思います。英検2級をね、受けるということですので、今週末あるということなんで、その英作文見ていきたいと思います。はい。英検2級のですね、まあ、トピックとしては、インターネットショッピングか。インターネットショッピング will become more popular in the future なんでしょうね。はい。特に送られては来てないですけど、トピックのやつが。まあ、書いてある英作文からそうなんだろうなっていうのはわかりますね。それでは、五郎の英作文、どの程度まで行ったのか。いつもね、参考書マニアの末路とかってね、動画でね、出したりしているんですけども、さあ、彼、どんな感じなのか見ておきましょう。I think that internet shopping will become more popular in the future. はい。そうですね。インターネットショッピングが。これちなみにね、そう、消してますけど、インターネットの T2 つだったんですよ、最初のスペルね。おーって思ったけどね。はい。インターネットショッピングがもっとポピュラーになりますよ、in the future。まあ、ただね、だいぶ成長しましたと思いきや、思いきや、will become って普通に読んじゃったけど、これ will became って書いてるよね、これね。A になってますよ。いや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 、will become です。will became ではありません。more popular in the future。I have two reasons to support my idea.ああ、まあまあまあ。多分、この型を勉強したんでしょうね。ね、私の参考書を持ってるしさ。参考書で型を勉強したのと、あとはね、皆さんね、視聴者にね、字が汚い、字が汚いって散々言われましたから、字、綺麗にしたんだと思います。はい、頑張ったんだと思います。はい。で、first, internet shopping saves a lot of time. はいはいはい。時間をね、節約してくれる。これもね、本に書いてありましたからね。はい。インターネットショッピングはいいと思うよ。時間をセーブしてくれる。はい。Because some people are very busy during the day, so they do not have time to go shopping at the real shops. って答え。Because とそうが一緒にいらっしゃいますよ。はい。そうですね。この、いわゆる、接続詞が2つになっちゃってますね。そう。SV が2個あるってことは、接続詞は1個ですよ。Because とそう余分ですよね。はい、どっちか切らないといけないですよね。だまあ、だから中国語みたいになってる。中国語って因為相違って言ってですね。はい。両方使えるんですよ。因為相違ってね。こうだからであるみたいな感じで、はい。使えるんですけど、そんな感じの構文になっちゃってますよね。はい。ダメです。はい。忙しくて時間がないって言えばいいんじゃないのだから。because っていうのでつなぐのか、どっちなのこれ。it is because, this is because なのか。そうやってこうだからっていうふうに言いたかったのか、だデイの後ろはこれカンマなのかさ、ピリオドなのかわかんないんだよ。ね。ピリオドっぽくないこれ。ビコーズでピリオド。でもそしたらソーが後ろ小文字から始まっちゃってるからダメじゃん、これ。どっちなのよ、これ。カンマなのピリオドなのどっちなのまあ、どちらにしろ、It is because, this is because, some people are very busy during the day. で、they do not have time to go shopping at real stores. まあ、リアルストアーズじゃなくて、フィジカルストアーズとかって言った方がいいですね。なんかリアル、フェイクストアとリアルストアみたいになっちゃいますよね。いや、その物理的に実際にあるやつですね。はい。それを、フィジカルストアーズって言いますね。まあ、ブリック&モーターなんていうね、表現もあるんですけど、ブリック&モーターストアーズとかって難しいと思いますけどね。ちょっとトイックにはただ出てきはします。はい。知っておくといいかもしれません。それはオンラインストアーズに対して使う表現ですね。はい。だから1個目の理由っていうのが、時間を節約できるよ。で、忙しい人もいますと。people のスペルこれ間違ったのかな。で、だからショッピング、フィジカルストアにショッピング行くことができない。はい、だいぶ進歩しましたよ、これでも。ね。前からのね、作文見てた人たちはきっとすごい進歩に感激してると思います。で、セカンド、あ、2個目に行きましたね。セカンド、the online shops are very useful.useful であると。ただ、まあ、ザがいらないよね。なんでわざわざオンラインショップスにザつけちゃったのかだよね。つける必要はないですね。そのオンラインショップスじゃないでしょ。オンラインショップス全体に関して言ってるわけだから。Because real shop is not able to buy goods that can buy online shops. どうなってんだこれ。まず because 同じですね。because SV にしないでください。This is because とか that is because。real shop はまあまあフィジカルだとして、ショップまあだからね、is ってやるんだったら監視必要じゃないですか。shops are ですね。複数でやるんだったら。でも are not able to buy goods はおかしいでしょ。お店がグッズを買えないってどういうこと ?that can buy online shops。オンラインショップを買うことのできる商品を
リアルなお店は買えない。なんだそれは、どういうことだ。なぜお店が、なぜお店が商品を買えないんだ。お店は商品を買うところで、商品をみんながお店で買うんだよ。お店が商品を買うんじゃない。そして商品がオンラインショップを買うってどういうことなんだ。ちょっと待って、どういうこと。ショップがまずグッズを買う、でグッズがオンラインショップを買う。頭が混乱してきたぞ。ん？あ、ちょっと待てよ、考えろ。ということは、リアルのお店、フィジカルストアーズで買うことのできない商品をオンラインストアーズで買えるって言いたいんだろうね、多分ね。そうじゃない？そういうことだよね。だから some items can only be bought online とかってことだよね。そう、オンラインだけで買えるっていう風に言えばいいんだよ。だから受け身にすればいいよね、それだったらね。はい、そういう風に言えばいいね。Not in physical stores とかって言えばいいですね。そう、physical stores じゃなくて、そのリアルなストアで買えるよとかって言えばそれでいいですよね。多分そういうことが言いたいんだと思います、さすがに。ですよね。で、therefore I think that people should dare buy of the internet。 がーどういうことなんだ。一体何が言いたいんだ。まあ、therefore ってことは最後だから1文目と同じことでしょ。 People should their buy。 なんで所有格は buy の前にあるの。buy を名詞として使ってるってこと。でも should の後ろに動詞ないじゃん。そうしたらなんで buy の後ろに of があるの。 of the internet。 どういうことだ。ん？ They should buy、 People should buy things on the internet ってこと。そういうことかな。まあでも一応結論としてはね、 more people will buy でやればいいんじゃないのって思うけどね。同じようなね、最初の文を言い換えればいいだけだから、 I think more people will buy things on the internet とかってやればいいんじゃないかなと思いますけどね。はい、だ I think that more people will buy things on the internet、 items でもグッズでもいいですけど、っていうことなんだと思います。多分そうやって言いたかったんだと思いますね。なるほど、相変わらず超えてくるな予想。いや最初の方はね、読んでて、あ、だいぶ進歩したんじゃないかなと思ったんですよ。あ、昔はね全然こんなの書けなかったのに、あ、だいぶレベル上がってきたんじゃないかなと思ったんですけど、後ろに行ったらやっぱりね、やっぱアクロバティック技が炸裂してきたね。びっくりしたわ、こんな風になるんだと思って、はい、ちょっと度肝を抜かれたな。こんな感じか、いやさすがの能力だと思いますね、ちょっとね。はい、いやーまたで一から勉強し直しですよ。これは4年間大岩の英文法やってますから、はい、ちょっとねさすがにできるようになってもらわなきゃ。でまあどれぐらいね時間かかったか聞いたんですよ、これで。まあ20数分ぐらいですかねーとかって言ってたけど、まあ多分30分ぐらいだと思いますけど、30分かけてこれじゃちょっとね難しいよな。でリーディングはだって読めないからさね、あの共通テストの点ね、見ました？はい、皆さんぜひ共通テストの動画も見ていただければと思いますけど、そうなんですよ。まず英語リーディング、16点。 16？ おい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 。続いて英語リスニング、はい、リスニングは32点。この実力から一体どこまで上げられるかですよ、本当に。はいね、なかなかびっくりするかもしれませんが、まあちょっと進歩したんでね、はい、それは本当に良かったなと思いますけど、ただまだまだですね、やっぱ最初の頃はちゃんとねこの前半部分は気をつけてたんだと思いますけど、後になりにつれてね崩壊度がすごくなっていってますからね。はい、皆様どう思われますか。ぜひ応援してあげてください。なんか模試とかもちゃんと受けていくって言ってましたからね。はい、なんで今年ちゃんとこの英検の結果だったりとか模試とか出していくって言ってたんで、はい、ぜひとも、応援してあげれば、あげればじゃねえよ、応援してもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。テキボコチン、すげえな。